シーズンは3度のサヨナラ打を放っています。打球は右中間だ、真ん中抜けはしない。岡どうなんだ、回るのか、回った回った回った、バックホーム、サヨナラ千葉ロッテマリーンズ、サヨナラ勝ち、大逆転のサヨナラ勝ち。なんとなんと延長10回裏4点取って大逆転のサヨナラ勝ち。リクエストですね、ホークスの藤本監督からリクエストがありました。リプレイ検証になります。一か八かで回して岡のね、はい、走力が落ちなかったですよね。すごかったですね。ここもよくね、後ろに守ってたことによって止めたんですよね。ここは若干ファースト寄りにそれたことによってセーフですね、あれがもしサード寄りになってたらタイミング的にはアウトだったかもわかんないですけども、このね、体一つもファースト側にそれてるんでね、それたことによってセーフというね。ここで言えばね、歓声が沸きます。ゾゾマリンスタジアム、セーフです。千葉ロッテマリンズ大逆転でのサヨナラ勝ち、ファーストステージ突破、劇的な形での突破となりました。ファイナルステージへと進みます。いやー、すごいゲームでした。これはあれじゃないですかね、今年一番の試合って言っても過言じゃないんじゃないですか、マリーンズにとったら。いろんな試合、ね、レギュラーシーズン72試合ありましたけども、